アデニアグロボーサあるいはアデニアグロボサとは、時計層かアデニア属の植物の一種である。原産地は東アフリカであるが、植物愛好家たちの手により採集、栽培、取引されており、日本においても海計植物の一つとして知られている。種ョ名グラボーザは、ラテン語で、球場のを意味し、その名の通り道が球場である。ケニア及びタンザニアに自生し、 ソマリア南部にも見られる。ケニアにおいては、乾燥艦木林に見られ、ニア種のうちサダグロボザは、リフトバレーの標高850-1650メートル地帯でのみ確認されているが、基本種の方は、リフトバレーには見られず、標高1から1500メートル地帯の場所に自生する。私有一種の低木あるいはル植物で2から8メートル、多かれ少なかれ、多肉質、は、 多肉質で、緑色、径、甲ともに1メートルに及び、その上面から多数の細長い枝を出す。茎には、刺シが見られるが、基本種のものが長さ2から8センチメートルであるのに対し、アッシュサダクロボザのものの方は0.5から2.5センチメートルしかない。葉は、刺シの付け根から出るが若いうちしか見られずやがて脱落し、太陽で強皮神経。 前縁あるいは三列子3から7、1から9ミリメートル。花は、脇性で黄緑色、茎の短い周産果樹となり、雌花は、長さ8から12ミリメートル、雄花は、長さ19から30ミリメートル。方向がある。果実は、角質、平滑で緑色、円形か超円形で1から3、1から2センチメートル、いくらか3両形である。 日本においては夏に成長し、栽培適正気温は20から35度、栽培最低気温は10度というように、寒さに弱い不及種の開根植物である。日光不足であると徒長するが、逆に長時間日光に当てすぎると、今度は幹が日焼けしてしまう。水やりは春から秋にかけて、たっぷり行うことが望ましい。し木では幹は飛行しない。アデニアグロボウサは、 生産グリコシドであるデーダグリンとその立体生態であるテトラフィリン A を含み局地的ではあるが薬用植物としても利用されている。例えば、タンザニアでは茎の抽出液の冷水が腹板の際に服用され、またかみがある際に抽出物の風呂に入る。ケニアではマサイ人が会計を家畜用の薬とする。ケニア及びタンザニアアデニア族は ハスラーによれば少なくとも96種が認められている。俗名は、イエメンのアデンに由来し、アフリカ大陸やマダガスカル、アジアなどの熱帯地域に広く分布する。多くの種が海景あるいは海根を持ち、長い鶴を伸ばし、グロボウサの他には、グラウカ、キルキー、スピノーサといった種が園芸種として知られている。ABIUCNSSC East アフリカンプランツレッドリストオーソリティー AB 主婦の友者 ABCD 横丁 ABCDEF 瞳 ABCDEFG デロイター ABCDEFG ビンチクアトロキ主婦の友者主婦の友者横丁英語日本語ありがとうございます